彼女はずっと自分を探し続けている。自分が何者かまだわからない。きっと何でもうまくできるという自信はある。だけど自分には個性がないと思ってたりしてて、他のメンバーの個性に憧れている。常に自分の中の絶対的なものを追い求めてきた。ウェイクアップガールズの活動で以前より自分のことが分かってきたような気がする。自分のやるべきこと、立つべき場所。最初気を張りすぎていたせいで他のメンバーとぶつかっていた。でも今は違う。気がついたら自然とみんな同じ方向を向いていた。みんなで丁寧に丁寧に作り上げていくこと、きっといろんな人を幸せにすることができる。そして自分自身も幸せにすることができる。その思いを胸に、吉岡真由は自分を探し続けている。